お買い物終了。終了。何買った？ラジオ会館いっぱい買ってあっただろ。さあ、カード超あったよね。ね。ラジオっていう名前なんで。そう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 。で何買ったの？なんと、まあカードっちゃカードなんですけど、オリパです。500円オリパ2つ。そう。なんてやつ？謎ガチャとピカガチャ。ピカチュウのいいやつが出るやつ。謎ガチャとピカガチャ。そう。なんでオリパしたの？シングル買いはさ、一回やったことあるから。やったね、ミュウミュウ買ったね。そうそう、ミュウ&ミュウズ。次はオリパやってみようかなって思って。やってみたかったんか。そう。じゃあどっちから行く？お楽しみはとっといて謎ガチャにしよう。うん。ピカチュウの方が期待してんだ。そう。一番のあたりあれだったね。ピカチュウ VMAX の HR 仕様。え、まさか。え？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 謎ガチャに入ってたんだ。ちょっと待って。え？これ？え？え？一番当たりのやつ。え？謎ガチャ、しかも謎ガチャに入ってたよ。違うよ、これ。ピカガチャでしょ？いや、だってこっちがピカガチャだもん。でもこれ違うやつかもしんない。でもこれもいいんじゃない？なんかさ、こっち向きじゃなくてさ、当たりのやつは正面向いてるやつだった気がする。これ多分違うやつだね、うん、ちょっと違うよね、あれもっと正面向いてるよね、うん、そうそう、しかも技の数がもっと多かったよね。あ、ほんと？そう。ピカいきますか、ピカ。何らかのピカチュウが出るやつ。そう。いくぞ。はい、何が出るか。ごめん。おう。え、ピカチュウじゃないじゃん。でもかっこいい。クレセリア、はい。クレセリア。はい、次。ゾノゼッタ V。 ゾノゼッタ V だ。え、全然ピカガチャじゃないじゃん。いや、でもゾノゼッタ V ピカガチャではないね。謎とピカが入れ替わったじゃないの。メタモン、メタモン VMAX 当たりじゃない？謎ガチャにしては。ゴリランダ V。 V、 ほとんど V と VMAX。 ムーランド V、 すごっ、 V いっぱいだ。ムーランド V 謎ガチャと入れ替わってるやん。いや、でも V がいっぱい出て嬉しい。メタモン VMAX もいいしね。はい、そんな感じで、はい、1000円はオリパになり、はい、オリパ開封どうだった？初の。楽しかったね。どう？今日初めて秋葉原に来てカードショップ行った感想は。超楽しかったです。いろいろなカードも手に入ったし、うん、勉強して見れたし、楽しかったです。あとは、うん、あとはあとね、あとは何を思った？あとオリパもね、これピカチュウ VMAX の、 違うけど HR の VMAX が出て嬉しかったです。やばー、ちょっと緊急事態発生、緊急事態発生。これおまけで、これこれ参考価格25,800円した。やばしかも当たりの本当の当たりの真正面のやつより高い500円で何これ、何がさ、すごい、何がもうちょっと正面向いてた気がするだよな。パパふざけてるやん。正面向いてるやつより高いよ。 HR 版1種類しかありませんでした。やばい、すごっ。しかも状態めっちゃ良かった。これ500円で引き当てるなんてやばいよ。お前持ってるよ。やばい、紙じゃない。人生初めてのオリパで500円でこれやばいよ。マジで。本当？うん。そんなにパパがいるくらい？めちゃめちゃやばい。やばいね。大事にして。うん。すごいね。思い出だね。うん。はい、ということで。はい。またお会いしましょう。バイ。バイ。See you next time。セイキンさんじゃん、それ。ええー。